南国の楽園ハチヒ。この島のジャングルの奥深くには、かの天才画家オーギャンがこよなく愛し親しんだという美少女隊の村があるという。我々東芝 EMI スペシャル取材班は、数ヶ月に及ぶ現地調査の結果、その美少女隊村が今もなおハチヒ島に現存しているという情報を、謎の元日本兵清水実さんよりキャッチした。やっと現地に乗り込んできました。彼の証言がありましたんで、彼にちょっと聞いてみましょう。どうするんだろうな、どんな言葉も運ぶということなんですけども、我々取材班はついにその美少女隊の住む楽園に世界で初めてカメラを潜入させることに成功した。ハチヒ島近海には折しも台風16号が接近していた。しかしこのチャンスを逃したら、もうフィルムのストックも予算もない。スタッフの疲労と緊張感はほとんど極限に達していた。その時であった。長いジャングルでの待望生活に、聴覚が伊賀の耳丸のように鋭くなっている清水実さんの耳に、ある不思議なメロディーが飛び込んできたのであった。空の眩しさに目を通す。
A little love, a little heartache. I wanna dance.
美少女隊伝説。このビデオのタイトルの意味するものは一体何であったのか。南国の楽園タチヒで遊ぶ少女隊と、業界の中を水鉄砲を持ってはしゃぎ回る少女隊の、どこが美でどこが伝説だったのか。しかしこの作品の中で見せてくれた少女隊の笑顔を、我々取材班は決して忘れない。美穂、友、レイ、3人の少女たちの魅力を我々はこれからもずっと追い続けていくことであろう。